はい、どうも。オーストラリアワーホリから帰ってきて、で、帰国後の一つの選択肢、生き方として、日本の田舎に移住っていう選択をした島田です。で、今日は、日南町の池田さん、この人は、ライダーハウス日南の池田でございま す。はい、まあ、ブログもやってますんで見てやってください。後で URL を教えてください はい。まあ、後で Gmail を置いてきますんで、はい。で、今はね、これは対談動画です。で、一応田舎に移住したいとか、移住してみたいとか、あとは移住したいけれども、その過程が分かんない、じゃあ実際移住した人に何を聞こうかなというような感じで、ちょっと僕も移住を果たした人間なので、その対談動画っていうのを、まあ今ちょっとここで 話してみます。はい、したら、司会で 俺が進めますか。これ、アングルが分かんないですけどね。映ってるかどうかわかりません。はい。なので、まず、どうして、まあ、この炭の状態でいいですか？顔が100%じゃないけどいいですか？じゃあ、まず移住を果たした、僕も果たしている人間なので、移住しようと思ったきっかけって何ですか？どうですか？僕の方は、町の人も田舎に住むべきだし、田舎の人も町に住むっていう経験をしてほしいなっていう、そういう思いがあって、で、自分の方は前に長野で経験したこともあって、じゃあ次はへ山の中で住んでみたいなと思いまして、え。日南町に来てみました。すごい田舎でびっくりしました。はい。なぜ鳥取なんですか？林業の研修生に応募していました。で、今林業。林業とちょっと関係ある団体ではい。仕事しております。じゃあ基本はフォレストワーカはい。ーでですね。で、ちなみに今林業研修生1人しかいなくて、鳥取県の日南町に問い合わせすれば、すぐ林業研修できますんで ぜひこの動画を見て興味を持った人は応募してあげてください。はい、こんだけ木ありますんで、ぜひはい。みんなで木切って、まあ、ちょっと森を良くしてみたいと、そういう仕事やってます。はい。で、ちなみにナンバープレートのあれ入っちゃうけど、あれはアウトですか？言うんじゃないですか。わ かりました。はい。そして、まあ、僕の方はですね、なぜ鳥取なのかというと、かなり複雑で長いんですけど、オーストラリアのワーホリで、まあ、半年間砂漠で働いたわけですよ。で、砂漠が気に入ったと。で、まあ、一応帰国したら、まあ、田舎で生活したいなっていう漠然のあって、まあ、工場派遣に行ったんですけど、工場派遣がつまんなくて、まあ、ほぼ首寸前ですよね。NC 版やってましたけど。まあ、それでも、給料もらっても嬉しくないと。でも、給料もらうたんびにまた1ヶ月始まるっていうのを消耗してたんで、じゃあ、やっぱりもう、つまんないんだったら楽しいことやろう。砂漠があって、ラクダがいて、あとはアウトドアアクティビティがちゃんとできるとこ。それは鳥取しかないですうん、ね。鳥取しかなかったんですよ。だから、去年の8月にこっち来て、本当は岩見、東部に住みたかったんですけど、でも、あっちじゃ自分が自営業をしながら雇われないようなライフスタイルができないというのでこっち来ましたっていう次第です。複雑でしょ。はい。そして、ライダーハウスですけど、これはどれくらいなんですか？オープンして、今3年目になると思います。3年目。それダブルワークですか？林業をやりながら、フォレストワークやりながら。フォレストワークっていうよりも、まあ、うちの方は研究職なんで、自分が実績生きてるわけじゃないんですけど、ああ、はい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 。これは、まあ、趣味みたいなもんです。まだ副業まで達していない。はいはい。で、この後ろのこれですか？そうです。この建物が借り物ですけれども、今ライダーハウスとしても運営してます。はい。ライダーハウス。でもこれパッと見わからんですよね。俺一回通り過ぎましたからね。これ。まだちょっと許可を得ている正式な資格じゃないんで、堂々はと看板を出せないという裏事情があります。い。うん、それは撮ってもよかったんですかね。良いです。大丈夫です。あ、そうなんですか。はい。じゃあ、後でちょっと中入りましょうか。はい。はい。